わかりました。はい、すみません。ありがとうございます。はい、失礼いたします。今は本当にほっとしてるっていう気持ちが一番あって本当に嬉しく思います。やっぱり一番は本当にお母さんがそうですけど、やっぱりそうお母さんとお父さんで自分を産んでくれたので、天国にいるお父さんにもありがとうっていうふうに伝えたいなというふうに思います。阪神タイガースの印象を聞かせてください。やっぱり今も首位でクライマックスシリーズ行かれますし、やっぱり強いなというふうな印象がやっぱり一番あります。監督は岡田監督ですが、岡田監督の印象はどうですか？いや、もう本当にすごく選手に寄り添ってくださる監督だと思いますし、本当にいい監督さんだなというふうに思います。指名されるまでどんな気持ちで待っていましたか？本当正直なこと言うと、もうないのかなというふうに思ってたんですけど、やっぱり本当にこう後ろでチームメートのみんなだったり監督さんが待っていてくれたので、本当に心強かったのは心強かったです。指名の瞬間、まずはほっと一息をついたと思うんですけれど、その後涙がこぼれているように見えました。その涙がこぼれているとき、どんなことが頭の中を巡ってたんですか？本当に今まで本当に小さい頃からプロ野球選手っていうのを目指してきたので、本当に小学校の頃の思い出だったり、本当に辛い時期もありましたけど、そういう時をこう乗り越えて来たんだっていうふうに本当に実感できた瞬間だったので、本当にそういうようないろいろな思い出っていうか経験が蘇ってきました。どんなプロ野球選手になりたいですか？やっぱり勝負ごとに熱いような選手になっていきたいなっていうふうに思ってますし、一つの試合も無駄にすることなく自分の経験に組み込んでいけるように、そして一軍の舞台で早く活躍できるような選手になりたいなというふうに思ってます。目標とする選手はいますか？いや、そうですね、やっぱり守備が自分はちょっと苦手という意識を持っているところがあるので、やっぱり阪神の木浪選手のようなうまい守備をできるようになっていきたいなというふうに思ってます。甲子園に出場しましたけども、負けて悔しかったという思いを持ってずっとここまで練習してきたと言われてましたが、その甲子園にまたホームグラウンドとして立てる、その思いはいかがですか？いや、もう本当に1回立っただけでも本当最高の舞台だったなって思いますし、本当にそこでもう1回やるチャンスがあるということは、それを全力で掴みに行きたいと思っているので、これからまたしっかり頑張っていきたいなというふうに思います。甲子園の印象は改めてどうですか？すごく大きいなと思いました。はい。どんなプレー見せてくれますか？やっぱり高校生活はできなかったような、ホームランだったり、1年間を通してしっかり戦えるように頑張っていきたいなというふうに思います。高校時代は1番ショートとして活躍されていましたが、プロでは何番を打ちたいというような目標などはございますでしょうか？プロでも変わらず1番を打ちたいなというふうには思ってますし、自分 のアピールポイントっていうのは積極的なバッティングだったり、選球眼っていうところでボールを見極めていくっていうところで、やっぱりチームに勢いを持っていくことが自分 の得意なところというかだと思ってますので、本当に一番打ちたいなというふうには思ってます。このピッチャーとこう戦ってみたいというか、そういった選手はいらっしゃいますでしょうか？いや、もう本当に日本球界を代表されているようなジャイアンツの菅野智之さんだったり、正直なこと言うとやっぱり1年先輩になります。1年間でしたけど先輩になりますし、本当そういう面でも
対戦してみたいなというふうには思います。入団1年目どういった1年にしたいかという意気込みをお願いします。そうですね、やっぱりプロ野球という世界は1年目からそういうバンバン活躍できるっていう甘い世界でもないと思いますけど、まあ、その1軍で試合に出るっていうのは忘れてはいけないことだと思いますし、まあ、そこはしっかり頭に置きつつ1年間を戦えるような体力作りだったり体作りっていうのを、まあ、しっかり1年目でやって本当に実戦でも結果を出せるようにやっていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。今阪神のショート木浪聖也選手、すごい堅守、バッティングもすごく好調ですごい大きな存在ですけど、今後どのような阪神で内野手像を抱いているんでしょうか。理想、まあ、自分もそういう堅実な守備っていうのをもちろんやっていきたいと思ってますし、まあ、そのためにはやっぱりもっともっと練習が必要だと思うので、本当にしっかり練習して阪神のショートはもう先だって言われるぐらいやっていきたいなというふうに思います。どなたかアドバイスを聞いてみたい選手なんかいらっしゃいますか。やっぱり自分は内野手として勝負していきたいというふうに思っているので、牧浪選手だったり中野選手っていうのにやっぱり守備のことをたくさん聞いていきたいなというふうに思いますし、もちろんやっぱりバッティングもまだまだ未熟だと思っているので、森下選手などにしっかりと聞いて学んでいきたいな、聞いて学んでいったり見たりして学んでいったりしていきたいなというふうに思ってます。ありがとうございます。縦島のユニフォームを着て立つ打席、どんなイメージですか。いや、もうなんか自信を持ってる自分が今見えてるんで、実際そういう風に立てればいいかなというふうに思ってます。1打席目の結果は。いや、もう1打席目は必ず出塁します、はい、何が何でも、はい、ものすごくレベルの高いチームですし、そこでやっぱり自分が活躍するにはやっぱ練習していくしかないと思うので、しっかり日々の練習をしっかりやっていって、少しでも早く一軍の試合に出れるように頑張っていきたいなというふうに思ってます。活躍している姿、一番に見せたいのは誰ですか。いや、もうお母さんがやっぱ一番ですけど、本当にそこみんなが祝ってくれたんで、そのチームメートだったり後輩たちだったりが頑張って励みにして甲子園に行ってくれたりしてくれたら本当に嬉しい限りなんで、自分を見て頑張ろうと思ってくれてたらそれだけで十分です。